はい、ジャーマンアリス通信販売花坂ジーネット店主の清水です。それでは今日は5月3日です。またここ高崎ジャーマンアリス園からお届けします。花の開花の状況ですが、だいぶつぼみもところどころで伸びてきたのですが、まだそれほど花は咲いていません。点々と花が咲いているような状態です。こちら未生のミニジャーマンアリスなのですが、こちらの方が咲きました。白に黄色に薄紫といったような配色で、ちょっと変わった色合いの花です。はい、こちらの方でこれミドル系ですね。あまり大きくないジャーマンアリスなのですが、紫と黄色の混合のジャーマンアリスが咲いています。こちらトール品種ですが、パーフェクトカップルが咲いています。薄い紫に白の混ざったダイナミックなジャーマンアリスです。はい、こちらミニ品種です。ペニシンズスミスですね。こちらは黄色と下が白に縁が黄色といった花です。花の大きさはこんなものです。はい、こちらの方でデビルベビーが咲いています。黒系のミニ品種になります。こちらはワイルドパッションです。ちょっとからし色といったような色合いで、ヒゲが紫です。こちらいくつか咲いてきました。こちらオビリービジョンです。草丈としてはミドルの高さですけども、花はこのぐらいの大きさでちょっと小さめです。紫にヒゲのあたりが黄色なところが特徴です。こちらの方もこれから咲きそうで、明日には咲きそうな感じですね。あ、こちらの方でオレンジのジャーマンアイリスが咲きそうです。バーバラですね。はい、こちらは連日撮影しているゴルイモです。早咲きなので今が再生、花の再生ですね。これから終わる感じですね。はい、こちらはブラタンと黄色に下が紫ですね。こちらの品種も秋に花が咲く場合のある花ですね。はい、このような感じですね。まだご覧になった花しか咲いていない状態ですが、つぼみはかなり出てきているので、これからいろいろな花が見れると思います。はい、こちらは商品一覧にもあるリンゴです。こちらは上が白で下が明るい紫、本当に単純に美しいという花ですね。つぼみも出てきているので、こちらの方は明日咲くと思います。園内ではこのようにヤグルマソウが咲いていて、花ビシソウなども咲いています。こちら紫のヤグルマソウです。今年は
どの花も1週間ぐらい遅いようですが、こちら高崎ジャーマンアイリス園でも花の見頃は9日以降ぐらいになりそうです。はい、失礼します。